佐賀新聞テレビ夕刊ウィークリーです。はじめに佐賀新聞の紙面から県内のニュースを紹介するニュースこの1週間です。今週は7月15日から21日までの紙面を振り返ります。世界遺産登録1周年を祝いました。佐賀市川添町にある三重津海軍所跡の世界遺産登録1周年を記念して16日、灯明アートの点灯式がありました。灯明アートは木材と和紙でできています。高さおよそ180センチ、幅およそ150センチで地元の子どもたちが制作しました。この日は天候が悪く、三重津海軍所跡ではなく近くの佐野常民記念館でありました。点灯式には地元の家族連れなどおよそ300人が訪れました。式典では山口芳典知事と秀島敏行佐賀市長がこれまでの歩みや今後の活用法などを話しました。他にも大学生ボランティアのクイズや唐津市出身の忍笛奏者佐藤和也さんの演奏で1周年を盛り上げました。6000発の花火が唐津の夜空を彩りました。第64回九州花火大会が17日唐津市西の浜海水浴場で開かれました。県内最大級の6000発の花火が25万人を魅了しました。この日は天候に恵まれ、会場には午後8時の開始前から多くの家族連れや浴衣姿の女性らでにぎわいました。今年で完成50年を迎える唐津城天守閣と花火を一緒に撮影しようと、撮影スポットにも多くのアマチュアカメラマンが訪れました。最大で直径500メートルにも達する二尺玉や全長500メートルの光の滝を表現した仕掛け花火、ナイアガラなど色とりどりの花火が唐津の夜空を鮮やかに染めました。ピカソ展は盛況のうちに幕を閉じました。佐賀市の県立美術館で開催されていたピカソ展ルートヴィヒコレクションが17日閉幕しました。最終日のこの日は朝から大勢の来場者でにぎわい、会期中最多のおよそ2800人が訪れました。開幕からの来場者の数は合わせておよそ3万3000人でした。今回の展覧会はドイツ・ケルン市にあるルートヴィヒ美術館の所蔵品を中心に展示しました。展示された作品は手を組んだアルルカンや重視とアモールなどといった大型の油彩作品をはじめ、版画、彫刻、陶芸など多岐にわたりました。11本のシュートは得点にはつながりませんでした。サッカー J1 のサガン鳥栖は17日、名古屋グランパスと対戦しました。鳥栖は終始試合の主導権を握り、名古屋を攻めました。決定的なシュートをたびたび放ちましたが、相手ゴールキーパーにセーブされるなど得点にはつながりませんでした。一方、守備陣は最後まで集中力を切らさず、名古屋の攻撃を0点に抑えました。鳥栖は第2ステージ開幕以来4試合負けなしで、平日開催を含めた中3日での3連戦を1勝2分けで乗り切り、勝ち点5を積み上げました。しかし、下位のチームが勝ったため、年間順位は13位に後退しました。いよいよ夏本番です。気象庁は18日、九州から東海にかけて梅雨明けしたとみられると発表しました。福岡管区気象台によると、佐賀県など九州北部の梅雨明けは平年とほぼ同じ時期で、前の年より11日早いということです。梅雨明け後の県内は気温の高い日が続く見込みで、佐賀地方気象台は水分をこまめにとるなど熱中症への注意を促しています。なお、梅雨入りした先月4日からの降水量は、
大雨の影響で嬉野市、佐賀市、伊万里市で平年より 1.5 倍ほど上回りました。世界選手権開催まで100日を切りました。熱気球世界選手権開催まで100日となった20日、佐賀市呉服元町のムツゴロウ広場でカウントダウンパネルの除幕式がありました。バルーンをかたどったカウントダウンパネルは高さおよそ 2.2 メートル、幅およそ1メートルです。大会までの残り日数を示すほか、バスケット部分から顔を出して記念撮影もできます。この日は県勢でただ一人日本代表として出場する上田聡選手が大会の PR と自らの優勝を誓いました。またタレントの花輪さんも登場し会場を盛り上げました。カウントダウンパネルは今後 JR 佐賀駅バスセンターに飾られます。ここからは15日に武雄市内で始まった武雄のあかり展を紹介します。武雄のあかり展は武雄市内の名所を竹灯籠などでライトアップするイベントです。まずはこちら武雄温泉楼門です。ライトアップされた楼門が昼間とは一風違った雰囲気ですね。楼門のライトアップは常時行われていますが、この期間中は温泉街の歩道に竹灯籠が置かれています。こちらは武雄神社です。神社や参道がライトアップされています。白い本殿が夜の闇に浮かび上がって神秘的ですね。参道に立つもみじの若葉も明かりに照らされるといつもとは違ったみずみずしさです。武雄神社から武雄の大楠に至るルートも竹灯籠で照らされています。樹齢3000年以上を誇る武雄市の天然記念物大楠もライトアップされています。武雄神社のライトアップは午後8時から午後10時までです。来月までは毎日、9月は毎週金曜日から日曜日までと祝日にライトアップされます。こちらは御船山楽園です。整然と並んだ5000個の灯籠が美しいですね。ここ御船山楽園では灯籠だけでなく池の水面を使ったデジタルアートが楽しめます。水面にハスの葉が浮かび、鯉が泳ぎ回る様子を映し出しています。青く照らされた小舟が池の中に現れると、その小舟の動きに合わせて鯉が移動します。またハスの花が開いたり、光の帯が水面を駆け巡るなど幻想的な演出が楽しめます。御船山楽園のライトアップとデジタルアートは午後8時から午後10時半までです。来月までは毎日、9月は毎週金曜日から日曜日までと祝日に行われます。入場料は中学生以上700円、小学生は300円です。この他にも武雄温泉保養村の宿泊施設のライトアップや県立宇宙科学館のプラネタリウムが楽しめます。県産大豆福豊を使った五豆腐やコーヒー、パスタなどの料理や食品の提供、他にも光のイベントの開催場所に設置されたスタンプラリーなども楽しめます。武雄市内のライトアップイベント、武雄のあかり展は9月25日まで行われています。問い合わせは武雄市観光協会、電話0954-237766です。昼間とはガラリと雰囲気が変わっていて素敵ですね。そうですね、期間も長いですから、ぜひ足を運んでみてください。ここからは28日開幕の全国高校総体に出場する佐賀県選手たちを紹介します。
今年の全国高校総体は中国地方などの6つの県で30競技が開催されます。まずは岡山県です。ここでは陸上競技、水球、卓球、ソフトテニス、バドミントン、剣道、登山、ウェイトリフティング、少林寺拳法が行われます。陸上競技の男子400メートルリレーに出場する佐賀工業高校には注目です。県大会では県高校新記録の41秒12をマークしました。陸上競技は29日から来月2日まで岡山市の県総合グラウンド陸上競技場シティライトスタジアムで行われます。県大会で初優勝した剣道男子の白石高校は2007年佐賀総体以来9年ぶりの出場です。剣道は来月2日から5日まで岡山市の県総合グラウンド体育館ジップアリーナ岡山で行われます。鳥取県では相撲、弓道、自転車競技、ホッケーが開催されます。ホッケーには男女で九州大会を制した伊万里商業高校が出場します。九州王者として目標の全国ベスト4に自信を覗かせています。ホッケーは29日から来月3日まで八頭町と鳥取市の5つの会場で行われます。島根県では体操、新体操、柔道、ボート、テニスがあります。新体操は男女ともに優勝を狙います。男子の神崎清明高校は2年連続で、女子の佐賀女子高校は2年ぶりに九州大会を制しました。神崎清明高校は昨年わずかの差で逃した全国優勝を狙います。また佐賀女子高校もここ数年遠ざかっている王座奪還に燃えています。新体操は来月9日から11日まで松江市総合体育館で行われます。柔道男子団体で県大会初制覇を達成した鳥栖工業高校は2007年の佐賀総体以来となる出場です。柔道は30日から来月3日まで出雲市の県立浜山体育館神アリーナで行われます。広島県では競泳、飛び込み、バスケットボール、サッカー、ソフトボール、レスリング、自転車競技のロード、ボクシング、アーチェリーがあります。ソフトボール女子には県大会を連覇した佐賀女子高校が出場します。九州大会を6連覇した勢いに乗ってもう一つの目標として掲げている全国制覇を狙います。ソフトボールは29日から来月8日まで尾道市で開催されます。山口県ではバレーボール、ハンドボール、フェンシング、空手道、薙刀、カヌーがあります。薙刀の団体には佐賀東高校が4年連続で出場します。昨年の全国高校総体で5位を経験したメンバーを中心に上位進出を目指します。薙刀は来月5日から7日まで下関市の県立下関武道館で行われます。他にも和歌山県でヨットが行われます。なお総合開会式は28日岡山市の県総合グラウンド体育館ジップアリーナ岡山で行われます。県大会や九州大会で躍動した選手たちの全国大会での活躍を期待しましょう。さて、2008年から始まったこの佐賀新聞テレビ夕刊、8月からは内容をリニューアルして佐賀新聞ニュースエースとして新たにスタートします。サガントスをはじめとした県内のスポーツを中心に1週間の佐賀のニュースをお伝えします。ぜひご覧ください。それでは今週はこの辺で、佐賀新聞テレビ夕刊ウィークリーでした。